皆さんこんにちは、恐竜のお兄さん加藤博史です。今回はティラノサウルスの病気や怪我についてお話ししていくからね。みんなは病気をしたり怪我をしたりした時に絆創膏とか薬を飲んで治していくよね。でもどんな動物でも病気や怪我はするの。それは恐竜だって同じこと。こっちの左、これは肉食恐竜のディロフォサウルスだけど、このディロフォサウルスは前足や肩の骨にいろんな病気や怪我の跡があるの。骨が折れちゃった跡もあるの。そしてこちら右、石頭の恐竜って言えばみんなもすぐわかるんじゃないかな、パキケファロサウルスの頭突きをしたことで頭に怪我をしちゃったんじゃないかっていう報告ね。こんな風に恐竜ってみんなのイメージだと強くて怪我もしないし病気もしないヒーローみたいなイメージかもしれないけど、動物だから病気もするし怪我もしちゃうの。それは肉食恐竜の中でもトップクラスに大きかったティラノサウルスでも同じことだったの。そんなティラノサウルスと病気の怪我のお話をこれからしていくからね。みんなは風邪ひいたことある？風邪ひくと他の人にうつしちゃうから、なるべく他の人に会わないようにっていうお話になるよね。こんな風に他の人にうつしちゃう病気ってのもあるの。それが感染症って言ったりするんだけど、ティラノサウルスにも感染症の跡がこんな風にあったんだね。このティラノサウルスの感染症はなんで感染症なのかって考えられているのか。これはこっち、ティラノサウルスの下顎の骨、これわかるかな、白い矢印で穴ぼこが開いてるの。この穴ぼこが感染症でできた穴なんじゃないかって考えられてるんだね。この感染症でもしかしたらご飯がうまく食べられなくなっちゃったかもしれないんだ。こんな風にティラノサウルスの下顎にはこんな穴が開いてるのが何頭かで見つかってるのね。ティラノサウルスだって病気もしたし怪我もしたの。その怪我の一つがこれ。この怪我はみんなのあばら骨ってわかるかな。あばら骨、大切な心臓や肺とか胃袋を守るための骨なんだけど、ティラノサウルスで何頭かであばら骨を見てあげるとこんな風に怪我があるティラノサウルス見つかってるのね。これなんでかっていうと、他のティラノサウルスと喧嘩した時に歯が間違って当たっちゃって怪我をしたなんて考えられてたりするんだね。こんな風にティラノサウルスでも怪我や病気してること多かったの。こんな風に恐竜の大きな怪我や大きな病気は骨に残るのね。皮膚もあったらいいなとは思うんだけど、皮膚は柔らかいからほとんど化石に残らないの。だから病気や怪我を調べてあげるときは骨を見ることがとっても大事なの。じゃあ今回のおさらいクイズいくよ。恐竜の病気や怪我を調べてあげるので大事なのは骨かな、それとも皮膚かな、このどっちかな。答えは骨だったよね。皮膚はほとんど化石に残らないから、まずは骨を調べてあげよう。どんな恐竜でもどんな動物でも病気をしたり怪我はするけど、今はお薬とかお医者さんがあるからちゃんと治してもらえたりするんだね。お医者さんとかお薬に感謝しなきゃいけないよ。今回のティラノサウルスの病気や怪我を見てあげたけど、ティラノサウルスってとっても大きくて噛む力も強くて強い恐竜って思われてるけど、僕らと同じで病気や怪我をしても頑張って生きてたの。生き物のすごいところだよね。今回は恐竜の病気や怪我を見てきたけど、化石を調べることで恐竜たちが病気や怪我も今の僕らと同じようにしていたってことがわかるんだったよね。化石を見てあげることで恐竜たちが頑張って生きていたってことがわかっちゃうってことなんだ。次回もいろんな恐竜のこと調べていこうね。じゃあねー。